フェラーリ界2008はスクーデリア・フェラーリンが2008年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラ1カーでアルドコスタによって設計された。フェラーリとしてのコードナンバーは659。カーナンバーはキミライコネンの1とフェリペマッサの2。ベルギー GP でのノーズコーン海2007では空力的に優位に立つためにロングホイールベースを 採用してきたが3 1 3 5ト、mm、ルもの長さまでになっていた。しかし2007年になると他のマシンはマシン全体でのバランスを考えた結果、回2007よりもショートホイールベース化に転じており2008年ついにフェラーリも低速サーキットでの弱点への対応策としてホイールベースを短縮した。逆にショートホイールベースを採用したマクラーレンは 若干ホイールベースを伸ばしていた。フロントノーズは2007年のトヨタが TF107 に採用したノーズを若干高くしたような形状に変更した。サイドポンツームは非常にコンパクトにまとめられていた。2004年の F2004 で本格的に使用したチムニーイダクトは248回維以降、整流品の役割を重視した形状になっている。このためか、 排熱の役割を担っているルーバーは、カイ2007よりも、格段に数が多くなっていた。2008年のレギュレーション変更によって、ギアボックスは4レース連続で使用しなければならない。そして、トラクションコントロールが廃止され、全チームが使用する新電子システム、メス製の砂丘が導入された。君らイコネンがドライブする、海2008、ノーズホールが見える、新車発表会では、 2007年シーズンのマシンである、カイ2007と同じフロントウィングを搭載していたが、開幕戦オーストラリア GP には、ノーズとウィング接合部が滑らかにつながるように処理されるウィングを投入した。第4戦スペイン GP では、ノーズ上部に穴の開いた革新的なノーズを投入した。これは、フロントウイング上部とノーズ下部の間に流れ込んだ空気をノーズに開けられた穴を通して、 ノーズはツラに持ち上げることでフロント部分で発生させるダウンフォース量を増加できるパーツでありハイダウンフォースコースで採用されている。この装備は同時にドラッグも増加させてしまうためトルコ GP やカナダ GP、ベルギー GP、イタリア GP といった高速コースでは投入されなかった。第11戦ハンガリー GP からレッドブルが RB4 で初めて導入した。 シャークフィンを新たに使用した。ただし、高速サーキットやドライバーの好みによって装着されない時もあった。シェイクダウンは前年のチャンピオンである君ライコ年によって行われ、他チームを凌駕する速さを披露していた。開幕前はフェラーリの連覇になるかと思われていたが、シーズンを通してトラブルに悩まされた。開幕戦のオーストラリア GP やハンガリー GP、ヨーロッパ GP などで、 エンジントラブルに見舞われ、カナダ GP ではライコネンが、ピットレーン出口で、ルイス・ハミルトンに追突されリタイア、ヨーロッパ GP とシンガポール GP では、ピットシグナルの操作、リタイアなどでのポイントの取りこぼしが多かったため、コンストラクターズチャンピオンは獲得したものの、ドライバーズチャンピオンはマッサが、たった1点差で、ハミルトンに負けてしまった。2008年スペイン GP で、 君イコネンがドライブする、会2008。この GP で、アナーキノーズが初めて使用された。2008年ブラジル GP で優勝したフェリペ・マッサ2009年を見据えて、会2008にカーズを積んだテストカーが F2008K である。2008年11月11日に、ルカバドエルによって、フィオラのサーキットでのテストが開始された。会 2008K の K は、 カーズから取られた。シャーシ自体は、回2008だが、2009年を見据えた、エアロダイナミクスに変更され、カーズのパーツも搭載されている。しかし、完全なカーズを搭載してのテストは2009年型マシンで、ある、イ60の登場まで先送りされている。バレンティーノ・ロッシが、2008年のモートジッピー、チャンピオン獲得のご褒美として、ムジェロサーキットで、 ブラジル GP 仕様の F2008 をテストした。フェラーリの羽馬のマークが入った赤一式のレーシングスーツを着用。カーナンバーは彼がモートジッピーで使用している46に変更されていた。彼はベストタイム122.55をマーク。以前にライコネンが記録していた121.07から1.48秒落ちのタイムを記録した。ありがとうございます。